スピアフィッシングとは、素潜りで森や水中銃を用いて、魚類を捕らえる水中スポーツの一つである。スピアとは、英語で、魚付きのためのスを意味する。バーレーン国立博物館での魚介類のための彫刻ダイバースポーツとしてのスピアフィッシングにおいては、生態系保護の観点から、あらかじめ競技が可能な時間、場所、対象魚類の種類や大きさ、 捕獲数の上限などが定められており、漁獲を主たる目的に森や水中銃を用いて行う森好きとは区別される。クロアチア水中漁師の記念碑世界水中連盟による世界選手権をはじめ、欧米やオセアニアでは様々な規模で競技会が開催され、マリンスポーツの一つとして親しまれている。日本では水中銃の使用は各地方自治体の漁業調整規則により、 遊漁者の漁具漁法として法的に認められていない地域もある。水中銃の使用は遊漁者はもちろん漁業者にもほとんど認められていない。しかし、素潜りで手、やすを用いて距離をついて取ることは多くの自治体で認められている。詳細は水産庁の都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具、漁法を参照のこと、施設ではなく、 オープンウォーターで競技エリアを定めて行われる。網などによる魚類の囲い込みはしない。海外大会においては、ほぼそのすべてで水中銃が使用され、ホストコケや大会によって多少異なるルールが設定されている。一例としては、禁止魚種を除く、一匹一ポンド以上の漁獲の総重量を競うに対し、禁止魚種を除き、一匹一ポンド以上の 各チームの前を魚くから最も重い2匹の総重量を競うなど、なお、4年に一度開催されるマイクロネシアンオリンピックでのスピアフィッシング競技では、禁止魚種を除く、1匹2.2ポンド以上の魚獲の総重量を競う、となっている。禁止魚種は、一般的には、エイ、サメ、カメなどの保護種に加え、サワラやシイラ、カジキなどの外洋魚、観賞魚類、フグなどの有毒魚、 および各地に適した設定がなされている。手盛りを使うことが認められている。都道府県は、以下の28都府県手盛りを使うことに関して、曖昧な条例が定められている県は、以下の5県手盛りを使うことが認められていない。同県は、以下の6道県、サイパンスピアガン、船、照明器具すべての使用が認められている。ただしスクーバの使用は禁止。自然保護区では釣りを含めた。 一切の捕獲活動が禁止されている。また持続可能な漁業を施行するため、各漁種によって捕獲可能な細かいサイズ規定がある。個人での投げ網のみ、年間登録制で認められているが、乱獲を防止するため漁業従事者であっても、その他一切の網による漁法は認められていない。政府認可を受けた指導者がおり、スピアフィッシング技術の向上を目的としての、来島者も存在することから、 観光業への貢献も見られる。年度大会には国内外から多くの参加者が集まる。グアムスピアガン、船、照明器具すべての使用が認められている。スクーバでの使用も認められているが、漁業従事者対象であり、観光客向けには行われていない。趣味で行うものも、スモグルにて行う。自然保護区では釣りを含めた一切の捕獲活動が禁止されている。 また持続可能な漁業を施行するため、各業種によって捕獲可能な細かいサイズ規定がある。個人での投げ網のみ、年間登録制で認められているが、乱獲を防止するため漁業従事者であっても、その他一切の網による漁法は認められていない。年度大会には、国内外から多くの参加者が集まる。パラオスピアガン、船、照明器具すべての使用が認められている。ただし、 カラオ国民一致に限られる他国の違法漁船には銃撃を含む厳しい対応をすることで知られており過去にベトナムや中国の違法漁船が焼き払われている14年に一度開催される競技大会においての各国代表者は特例として認められている手盛りを使うことが認められている国水中銃を使うことが認められている国ありがとうございます